はい、おはようございまーす。トンくんでーす。ということで、今日は、教習所小型、自動二輪小型の、オートマ限定、二日目の教習です。昨日はね、昼過ぎに出たんで、そんなに寒くなかったんですけど、今日は寒いです。今日はね、第一段階の三コマ目、今日で第一段階が終わればいいなぁと思いながら今進んでます。昨日はね、家帰るときにかなりこう注意されたところを意識しながら足をガバッと膝をガバッと広げない。あとは左足で停車。で、ブレーキ左手のブレーキは4本の指全部で持つということを意識しながら帰ったんですけども、まあ、全て基本的なことなんですけど、昔学生時代に運転免許取ったあたりから乗ってた原付の癖、こんなところで、弊害を生んでしまっております。これ今日もね、iPhone のイヤホンマイク、標準でついてるやつでね、これ撮ってるんですけども、初めて撮った時のね、音声はもう、全く聞こえづらいというような状況で、その後、風防ではなく、風防の代わりになるように、台所の、食器洗いのスポンジを、ムニッとつけてみまして、で、それでも若干あれかなと思って、実はね、昨日のね、帰る時にもちょっとやってみたんですけど、今日もこれでやってますというのが、スポンジつけたスポンジ、マスクの下に挟んでおります。これでね、だいぶ音質は改善されてたらいいなぁとしてるはずだと思うんですけども、帰ってからのチェックでどうなっているか。これでかなり聞き取りやすくなってくるとなると、基本的に iPhone で元ブログってできるよねと、 GoPro 買わなくてもなんとかできるねと思っております。というわけでね、今日はどんな教習になるのかな。やっぱりね、原付2種取りに来てる人多いんだなって思いました。昨日もね、大型乗ってる人っていうのは2人ぐらいしか見なかったんですけど、それ以外の人はみんな小型 AT 乗ってましたね。やっぱり多いんですね、このタイプ取りに行く人。まあ便利だもんね。やっぱりね、そういうね、免許とか資格ってね、昔取りに行こうかなって思って結局行かずじまいで終わってるものがね、結構多いんですけどね。僕それね、この年になったらね、取っときゃよかったってやっぱ後悔するんですよね。やっぱりね、免許とか資格って取りに行こうかなって思った時には、その時に行くことをお勧めします。まあそんなことを喋りながら、今日もこの後まだあと30分くらいかかるかな。頑張って安全運転で、着いて、多分ちょっと早めに着くと思うので休憩して、で、教習頑張って、その後もう一回喋りながら帰ろうかと思いますので、よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ということで、教習終わった帰り道でございます。今日はまだ明るいでーす。ということで、無事第1段階の見極め終了ということで、無事第2段階に進むことができました。ただ無事とはいえ、前回特に脱輪することはなかった一本橋で落ちまくりましたね。今日すごい練習させてくれてよかった。何が違ったんやろ、前回と。全く、今日は、最初うまくいかなかったですね。まあ、後半は一本橋普通に、ね、7秒とかでいけるようになったんですけどね。卒検が心配になったな。一発、合格したいんだけどな。なんか E コースっていうのと F コースっていうのが卒検のコースらしいので、それも覚えといてねって言われてたので、その E コースっていうのを今日覚えてきたつもりだったんですけど、しかも今日ちゃんと丁寧にここでこうして説明をしていただいた上で、じゃあ一遍行ってくださいということで、一人でバッて行った瞬間にもう道がわかんなくなるというね、ハプニング。
とりあえず曲がるとこ間違い、曲がるところを曲がらずに行ってしまったので、一周何もせずに帰ってきたということをやってしまいましたね。いやー、これ、あれだね、緊張して、頭が真っ白になるパターンもあるね。まあ、で、いつもの癖である、グリップをこう親指と人差し指でこうくるりんと握りしめながらブレーキをかけようとしてしまう、この癖も焦るとやっぱり出ちゃうし、でどうしても足はね広がっちゃうしね、膝は中に収めといてくださいねって今日も優しく注意されましたね。いやー、ということで今も乗ってる間ずーっとこう足をねこう縮めてるんですけど、やっぱりこの原付というね、単車の特性上、やっぱりなかなかちっちゃいので、身長180センチともなると、やっぱり窮屈でね、どうしても足広げちゃうんですよね。まあ、それを言い訳、それはね、言い訳として、自分でなんとかこの癖を直さないといけないなと思っておりますということで、で、まあ、あとはね、心配してた、予約が取れるかどうか、この後ね、第2段階は、シミュレーション実写、シミュレーション学科実写と、学科の位置を含めると、あと6コマ、やらないといけないんですけど、それがね、年内でこう予約できるかどうかっていうのが非常に心配だったんですが、それもね、無事なんとか予約を、仕切れましたね。全部取れました。あとはそれ全部ストレートで行きたいというところで頑張っていくしかないですね。で、その後6コマを、しっかりとやった上で、6コマの最後の実写で、まあこれもまた第2段階の見極めで、それで反抗してくれるかどうか。で、そこまで行ったら、今度は、最後の難関卒検ということでね、卒業検定。それをね、しっかりと合格、一発合格を目指して、行きたいんですけども、でも一発合格を目指すぞっていうのもプレッシャーになるかもしれないから、まあ、落ちてもまたね、それでもう全てが終わりじゃなくて、落ちてもまた何回も受け入れるから、というぐらいの気楽な感じでやっていく方がいいかもですね。はい、というわけで今日は、教習所、二日目の教習所でしたね。で、次の教習は、数日空くんですが、それも頑張っていきたいと思いますということで、今日はこのぐらいで、ブログの方は、終わっておきましょうということで、今日もご視聴ありがとうございました。トンくんでした。さよなら。